皆さんこんにちは、アメスマチャンネルのちひろです。今日はですね、私テキサスに住んでもう7年ぐらい経ってるんですけど、結構やっぱりね、レストランいろいろ行ってきました。アメスマチャンネルの別の動画でダラスについて喋ってる動画があるんですけど、それも結構伸びてて、結構いろんな人からですね、ダラスでどこ行ったらいいですかみたいな質問をいただくことが多いですね。で、今日はちょっとテキサス州ダラス周辺で食べられるアジア系のご飯10選ということでね、僕がおすすめしたいレストランを紹介していきたいなと思います。うん、楽しみ。はい、で、早速なんですけど、まず日本食からですね、まず最初にですね、ご紹介したいのがですね、ミスターマックスというレストランですね。で、ミスターマックスはアービングとかそっちの方にあって、ちょっと僕が住んでるプレーノとかフリスコからちょっと遠いんですけど、ミスターマックスちょっとね、雰囲気のあんまり良くないモールみたいなところにあるんですよちょっと失敗になる感じの、そうここ本当に、なんか日本食あるのみたいな感じのところにあるんですけど、そこのドアを開けてのれんをくぐるとですね、もうね、新橋の居酒屋みたいな空気が広がってるんですよ中身はもう完全に日本の居酒屋で、もうなんかタコワサとかタコ焼きとかホッケの焼き物とか締めのラーメンとかいろんなものがあって、で、値段もリーズナブルなんで、あっちの方に住んでる人はもうみんなね、大好きって感じですね。へえ、いいですね。味も結構本当に日本の味なんですよ。そう、味もね、かなりもう日本の味っていう感じで、本当にここは日本にいるんじゃないかって思うぐらいの味なんですけど、50、60ドルもあればいろんなもの食べて、でちょっと飲んだりしても全然いけるぐらいなんで、安いですね。そう、安いですよ。ぜひ行っていただければなというふうに思います。で、次のですね、レストランがですね、寿司ロバタですね。で、これはダラスとプレーノの間ぐらいにあるところなんですけれども、これも割とね、リーズナブルな値段で、焼き鳥とかロバタ系のもの、あと、お寿司なんかも出してるんですけど、やられてるお店になってて、で、おすすめはですね、ショートケーキなんですね。寿司とかももちろん美味しいんだけど、結構ね、デザートが充実してて、そう、なんかモンブランとか、そう、すごくいいとか。で、しかもショートケーキはね、なんかね、自家製らしいんですよ。へえ、すごい。だから、なんか友達とかで普通に寿司ロバタ行ってきますって言って、この時間に行くのって言ったら、なんか、ケーキ食べに行きますみたいな人とかもいて。日本人の好きなケーキって感じなんですね。そうそう、日本人の人が作ってる甘さはそんなに控えって感じなんだけど、ちゃんとコクがあって美味しいケーキって感じらしいんで。ちなみに、肝心のお寿司とかは実際どんな感じなんでしょう？いや、寿司はもう本当にいろんなもの、ロール系もあるし、普通の握りもあるし、で、あとは焼き鳥なんかもいろいろ、ネギマンだったりとか、ももとかいろいろ種類があるんで、お酒みたいのもあるから、結構なんかお酒をみんな、そこで飲んで、宴会とか、ちょっとしたものやるとかっていうのもやってて。で、続いてですね、紹介したいお店はですね、いちごラーメンですね。いちごラーメンはダウンタウン近くにあるディープエルムっていうエリアにあるラーメン屋さんで、もともと楽しいラーメンっていうところの、跡地にできたラーメン屋さんなんですけど、ここはね、煮干し醤油ラーメンがおすすめです。結構もういろんな種類、豚骨以外は多分大体あって、味噌とか、塩、ゆず塩とか、あとね、リンゴフェンネルっていう変わった味の、ラーメンとかもあったりして、非常に美味しいです。で、麺がすごい北海道の西山ラーメンっていうところから、製麺所、有名な製麺所があって、そこから直輸入で仕入れてるということなので、特に麺がね、北海道っぽいの黄色い縮れ麺みたいな、あ、いいですね。そういう感じなんで、もうとても美味しいですね。ちゃんと日本人の好きなラーメンなんですね。そうそう、本当日本人が好きなラーメンっていう感じで、結構日本人の人で、周りの人で聞いたら、ここのラーメン屋さんをあげる人っていうのも多いんじゃないかなというふうに思いますね。へえ、いいですね。値段もちなみに結構どんな感じなんでしょう？値段はね、1杯12、3ドルぐらいだったかな。安いですね、割と。そうね。値段からしたら超高いけど。日本からすると、なんか2000円かみたいな感じだけど、ニューヨークとかね、ロサンゼルスとか比較すると、まだまだ安いかなっていう感じしますね。続いて紹介したいのは、エベスですね。で、エベスはプレーノのダウンタウンにありまして、ここはね、割とコロナ前ぐらいにオープンしてるんで、3、4年前ぐらいにできた割と新しいお店なんですけど、日本でね、飲食チェーンをやってらっしゃる会社さんが、ダラスに進出されたというお店で、で、ここもやっぱね、お寿司とか、海鮮系が中心で、最初に紹介した店よりはちょっと値段が上がるんですけれども、それでもクオリティの美味しいものをなんか値段で食べられるんだったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
一回ね、連れて行ってもらったんですけど、めっちゃ美味しかったですね。なんかお寿司が普通に日本で食べるのと変わらない美味しさって言ったらいいのかな。そうだね、全然日本よりも美味しいかもみたいなところも、うんうん、あれくらい美味しかったですね。そうだよね、うん、しかもあの店主さんがね、あのエコさんのことを知ってたっていうそ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 う、YouTube で、ね、見てましたみたいなね。すごかったね。でもなんかすごく美味しいし、なんかあとおしゃれですね。モルディキとか店内の内装も綺麗めっていうのかな、うん、結構そんな感じのイメージがあります。そうだね、なんかバーカウンターとかもあったりとかして、一、うん、人で来てなんかちょっと寿司となんかお酒を飲んでる人とかもいたりするみたいなんで、確かにデートとかね、おすすめかもしれないですね。そうですね、うん、いい感じだと思います。次にね、紹介したいのはですね、マンプクですね。へえ。でこちらはね、焼肉屋さんになってまして。あ、焼肉なんだ。そう、もともとロサンゼルスの方を中心に展開してた焼肉屋さんがこっちに展開してて、でなんかね、もともと日本にお店もあったのかな、自由が丘とかその辺に確かあって、で出てきて、でなんか今度そのこっちで結構流行ってるから、うん、またさらになんか逆輸入みたいな感じで、この辺の中で丸の内かどっかにね、新しいお店出してて、そうそう、なんかすごい勢力を拡大してる焼肉屋さんなんですけど、でここはもう本当にあの日本の美味しい焼肉っていう感じで、あの炭塩とか、あとユッケとか、ああいうのとかもいろいろ出してくれるんで、非常に美味しいですね。これ場所はどこにあるんですか？場所はですね、アップタウンからもうちょっとだけ北に行ったところにあるグリーンビルっていうエリアにあるんですけど、結構日本の飲食店が何個かそこら辺にあって、でその一つでマンプクがある。ちなみにおすすめのメニューは何ですか？一番おすすめはね、牛タン塩とネギタン塩とあとユッケですね。ああ、いいですね。でもユッケはね、日本だと食べられない。確かに食べられないですね。そうそうそう、なんだけどこっちは食べられるから。で、次に紹介したいのが、定定と提案ですね、うん、でこれ違うお店なんですけど、もともと同じオーナーの方が始められたお店になってて、オーナーの方がもともと桜井定一さんという方で、定一の定でそれを取って定定と提案っていう名前が付けられた。めっちゃ詳しいってな、私が同じだ。桜井さんはね、いつもちょっとお世話になってるというか、お店に対して挨拶させていただくような感じで。あ、そうなんですね。そうそうそう。でここはもうね、ハイエンドのお店って感じですね。定定はロバタスタイル、まあ、お寿司とか、そういうのを中心にやってて、提案はお蕎麦。へぇ、お蕎麦。お店なんですけど、まあ、お蕎麦もね、一杯13、14ドルぐらいからして、他にもなんかお刺身とか、まあ、お肉とかいろいろやってるんですけど、会食とかで行くと、やっぱもう100、200はもう全然行っちゃうかなっていう感じのお店ですね。なるほど、うん、天ぷらとかもあったりするんですか？天ぷらもあります。両方やってて、両カウンターがいて、もう寿司シェフとかキッチンの人が、まあ、日本人の人が中にいるんで、クオリティもすごいし、あと雰囲気もかなりこうゴージャスな感じなんで、特に提案なんかはデートで来てるんだろうなみたいな。結構多いですね。場所はどこら辺ですか？場所はね、提案がダラスのダウンタウンにあって、定定はアップタウンにあります。へえ、いいですね。なんで、まあ、プレーノとかフリスコに住んでると、まあ、30分ぐらいかかるの、車で。なかなかそんなに頻繁に行けるって感じではないんですけど、まあでも僕もたまになんかこう、美味しいものをこっちで食べたいなと思った時に、行くようなお店ですね。ということで、日本食はね、ざっとこんな感じです。まあ、あとで、まだね、紹介しきれてないお店がいっぱいあるんですけど、まあ、それは もしかしたら別の動画で撮るかもしれないです。で、次に日本食以外にも、まあ、いくつかアジア系のお店があるので、紹介したいと思います。お願いします。はい。で、まず一つ目がですね、まあ、中華、台湾系のお店で、ウーウェイリンというお店ですね。で、ここはもう、中華で、もう、いろんな種類の中華があるんですけど、おすすめはですね、担々麺ですね。最初ね、ダラスに来て、2016年ぐらいかな。中華ってなんかね、美味しいものって結構少ないんですよ、アメリカ。うん、日本の中華すごい美味しいんだけど、アメリカって結構なんか大味なものだったりとか、なんか旨味足んないみたいなやつ多いんだけど、なんかね、ふわっと、はい、そこに入ったら、まあ、めちゃくちゃ美味しい味が出てきて、だから2016年とか17年ぐらいから帰ってる。あとなんだろう、まあ、基本は何でも美味しいし、担々麺とか、あとチャーハンとか、あと空心菜の炒め物もあって、それも美味しいし、これ辛いものばっかりじゃなくて、子供が食べれそうなものもあったりしますね。あ、全然、うん、チャーハンとかは全然別に唐辛子入ってないし、あ、いいですね。うん、餃子もあるし、あと小籠包とか、あ、いいですね。とかもあるから、ご家族で行かれるのもちょうどいいお店かなと。確かに、家族で行きやすいですね。そうだね。あと場所はね、プレーノのね、南の方かな、ところにあって、
場所も便利ですね。まあ、場所も皆さんから多分高速からアクセスいい場所なんで、まあ、ぜひ一度行かれてみていいかなと思います。いいですね。はい、で次にご紹介したいのはこちらも中華系でアンクルゾーというお店ですね。でこちらはですね、これも多分コロナ前ぐらいにできたお店なんですけど、ニューヨークから進出されてきているお店で、店の、ね、ドアを開いてなんかミシュランのマークとかがあって、ニューヨークで撮りましたとかって書いてある。でそれがずっと頭の中にあって、この間ニューヨーク行って、あ、そういえばそこのお店あるのかなって調べたら、なんか出てこなかった、どっかにあると思うんだけど調べ方が良くなかったのか。でもまあ、でもミシュランを撮ってるっていう感じでクオリティが高いのかなって思って最初に食べたら、実際すごい美味しかった。いいですね。でここのおすすめはね、2つで、焼き餃子と麻婆豆腐ですね。いいですね。それ食べたいですね。そうで、こっちだと焼き餃子結構珍しいでしょ。焼き餃子って結構少ないんだけど、これ日本の焼き餃子っぽいのが食べられるお店なんで、いいですね。とてもおすすめで、麻婆豆腐の方は、結構あのホワジャっていうの、花山椒って、まあ、しびれる系の山椒が入ってるから、辛いし、旨味もあるけど、ちょっとこう、ビリビリくる、みたいなタイプの麻婆豆腐で。なるほど、唐辛子だけじゃなくて、ちゃんと美味しい感じの、あれですね。あの、マーラーってさ、あの辛いとしびれる、それがちゃんと両方は本当にあるよっていうので。で、次に紹介したいのが、ベトナム料理のお店で、まあ、フォーのお店なんですけど、フォーマックってお店。でこれ、まあ、フォーの店はね、まあ、ちょこちょことこのダラスにもあるんですけど、まあ、その中で結構何店舗、5店舗か10店舗ぐらいいろいろ行った中で一番美味しかったのはこのフォーマックで、定番の牛肉が入ってるフォーからチキンのやつもあったりとか、まあ、あとフォーだけじゃなくてあのバインミーっていうサンドイッチとか、あとチャーハンとかなんかもあるんで、結構幅広くベトナム料理が食べられるお店ですね。場所はプレーノのまあ、北の方で、まあ、フリスコとプレーナの境ぐらいのところになるんですけど、あの非常におすすめですよ。あ、そうなんですね。ちなみにおすすめのご飯は何のフォーでした？タイガーガンですね。それわかんないと思うんだけど。そう、今全然ポカンだと思う。ベトナム語で覚えちゃってるんだけど、なんかね、レアブリスケットと、あとアキレス腱、ビーフテンドンっていうか、なんかゼラチンみたいなやつと、あともう一個なんか、あって、そのと3トッピングが僕のおすすめっていうか、お好みですね。で、ここは S、スモールとラージかな、選べて。で、スモールは多分女性でちょうどよくて、男性だともうちょっとなんか欲しいなって感じだから、まあ、ラージ頼むっていいかなって感じですね。なるほど、いいですね、でも。で、最後に紹介したいのが、インド料理のお店で、ザ・イエローチリという店ですね。で、これは、ショップスアットレガシーっていう、まあ、プレーのエリアにあるんですけど、ここはもうインド料理、まあ、バターチキンカレーとか、チキンティッカマサラとか、そういうカレー系も美味しいし、あとビリヤニも美味しいんで、ビリヤニ食べたことない。食べてみたいんですよね、一回。あ、ビリヤニ食べたことない。ないです、美味しいです。美味しい美味しい。じゃあちょっとこの撮影の後に聞いてみましょう。いいですね、行きましょうか。なんかあのインドの炊き込みご飯みたいな感じで、最近ちょっとずつ日本でもなんか有名になってきてて、なんか CM とかでこの間ちょっと見たりしたんで、いいですね。ここまでも本当に美味しい、おすすめですね。いいですね。ちなみに辛くないものもちょっとあったりするんですかね。辛くないカレーもあります。バターチキンとかね、ちょっと甘さ、あ、そうだね、ありそうですもんね。あとはね、結構店の人があのスパイシーで大丈夫かと聞いてくれるから、逆にあのスパイシーじゃないやつっていうのを頼めば多分出してくれるんで、あ、ちゃんと聞いてくれるんだ、優しいですね。結構なんかね、あの天井も高くて雰囲気もなんかいい感じのお店なんで、質問なんですけど、やっぱりこの辺ってナンとかやっぱ大きいんですか？ナンはね、意外とそうでもない。お、いいですね。日本のインドカレーのナンってこんなでかいじゃん。なんかみたいな、こんだけ食べられないよみたいな感じが出てくるんだけど、こっちのはね、意外とこんぐらいのナンが、でも3枚か4枚ぐらいからこう出てくるような感じですね。へえ、そうなんですね。食べやすそうですね。あ、そう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 。だからシェアとかもしやすいし、ちょうどいいと思いますよ。いいですね。ということで、はい、10選、テキサス、まあ、ダラス地方でおすすめのレストラン10選ということでね、2016年からテキサスに住んでるアビスマ社長のおすすめということで、ぜひ皆さん一度行かれてみてください。じゃあ、あとね、この動画を見て皆さんのおすすめとか、あとこういう新しいお店ができましたよみたいなお店があったら、ぜひコメント欄でね、コメントをお寄せいただけると嬉しいです。
ぜひぜひ、なんか私も行ってコメントしようと思います。あ、確かにゆかこさんのおすすめもちょっとコメント欄に書いておいてもらえると嬉しいですね。ぜひぜひ。はい、ということで、突っ込んで、なんで隠れてもらうんだろうと思って、まあ、一番癒やしいとかだと思うわけでしょ。最後あれ言わなきゃいけないので、はい、動画へのいいねとあのチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。